高井晴美、32歳。人生今崖っぷち。そっか、晴美会社辞めたんだ。うん、まあ潮時だったしね。業績は悪化してるし、給料は上がんないし。この際って思って、次の更新はこっちから断ったの。次の仕事は決まったの？ま、いくつか候補はあるけど、今はしばらく充電するつもり。その間資格取ってもいいしね。そうなんだ。でも、はるみはすごいよね。そうやって都会で自立して生きてるし、仕事もどんどんスキルアップして。私なんか崖っぷちでさ、とうとう親にお見合いさせられちゃったよ。お見合い？今時親に？うん、それで結婚決まったんだ。結婚？するの？田舎じゃ30超えて独身って肩身狭くって、自分の道を歩いてる晴美がほんと羨ましいわ。結婚できるなら私だってそうしたい。ここは怪しい。会費10万ぼったくり。アダルトサイト。でもアーバンクラブサンデーナイトコンパ会場。ああ、はじめまして、山田大輔と申します。よろしくお願いします。年収250万、居酒屋経営、長男、38歳。うわあ、どっから見ても芋。はあ、どうも。経営者で年収250万って。他のもカボチャや大根ばっか。将来は海外で事業を。年収100万フリーター、32歳。大変な時代ですし、支え合える女性がいいですね。年収300万平社員40歳。僕を養ってくれる人募集。10万プー30歳。何がイケてる社会人の合コンよ。こんなボロビルの一室で缶ビールに缶チューハイ。会費5000円返せ。もらっても来たくなかったわ。今日はコンビニスイーツやけ食いよ。それにしても私これからどうなるんだろう。仕事はとうとうバイトの掛け持ちだし、いい男と知り合うチャンスもない。498円？コンビニのくせに。かといって田舎に帰ったら、今よりもっとレベルの低い人生になるに決まってる。田舎は絶対嫌。ああ、もう買ってやる！カップ麺も雑誌も買いまくりよ！どうしたらいいの、私。どうしたら幸せに。ん？スピリチュアルか。ただの流行で終わると思ったのに、すっかり定着してるみたい。コンビニにコーナーまでできるって。でもこれって、霊とか魂がどうのっていうオカルトよね。前の職場でもハマってる子がいたけど、暗いし痛い女ってイメージが。ん？見て見て、庭さんの新刊。おお、買うの？俺も後で見せて。軽い。あんな悩みもなさそうな可愛い子も買うんだ。しかもイケメン彼氏、後で読むって。なんかちょっと興味あるわ。ほんの遊びね。軽く、軽く。金運、恋愛。ダメでもともと、試してみるか。わあ、さすが空気が違う。ねえ、なんか聖域って感じ。来てよかったね、パワースポット。ほんと？体中に良い気が入ってくみたい。運気上がりそう。ああ、どこが？こんなのただの山奥の神社じゃない。そりゃ空気は綺麗でしょうよ。うちの田舎の近所にもあるわよ。ネットで評判の恋愛と金運の上がるブレスレットも買ったけど、この一週間全然いいことなし。さすがにコンビニのはチャチかったわ。庭さんとやらの書いてる本も、ただの退屈な道徳本だったし。感謝しろだの、無償の愛だの綺麗事ばっか。アホらしくて眠くなったわ。バカバカしい。こんなの時間の無駄だったわ。帰ろ。あ、うん、いったー。あ、申し訳ない。ちょっとぼんやりしてたもので。怪我はありませんか？あ、イケメン。あ、ええー、大丈夫。こんな場所に不釣り合いなタイプ。あ、エリコ？え？妖精さんいそう。映るかも。いや、そんなはずはない。エリコのはずが。ん？あの、ぶしつけですが、あなたの親戚で田村エリコという女性はいませんか？
村、いいえ、心当たりないですけど。そうですか。すみません。あなたがあまりに似すぎてるので。似てるって、そのエリコさんって人にですか？ええ、婚約者だったんです。でも、一月前に亡くなってしまって、あと二日後には結婚するはずだったのに。え？すみません。見ず知らずの人の前で。まだ気持ちの整理がつかなくて。それは当然ですよ。それにしても不思議な。エリコが好きだったこの場所で彼女とよく似た人と出会うなんて。あ、そのブレスレット。え、これ？驚いたな。エリコの形見なんです。そっくり同じものだ。本当だわ。これは何かの導きかな。あなたの名前を伺ってもいいですか？驚いた。四つ星銀行の管理職だなんて超エリートじゃない。35歳で課長なら年収1000万は軽く超えるはず。普通じゃこんな人と個人的に知り合うチャンスなんてないわ。これは何かの導きかな。本当にそうかも。もし迷惑でなければ今度食事でも。スピリチュアルの効果で私に運が向いてきた？人生最大のチャンスかも。この店は僕の行きつけの店でね、雑誌でも紹介されたんだよ。わー、楽しみ。それにしても春美さんは M 物産でも働いてたんだ。かなりのキャリアの持ち主だね。いいえ、そんな。創立イベントのコンパニオンだけど、派遣ばかりで一つの職場になかなか腰を落ち着けられなくて。いや、それは有能さの表れなんだよ。安定よりも自分の可能性を追求するために君は前向きに人生を歩いている。素晴らしい女性だ。そんな、恥ずかしいわ。しかし春美さんとは本当に気が合うというか、知り合ったばかりとは思えないな。まるでエリコと。あ、いや、冷えたな。日本酒でももらおうか。こうして二人で会うようになって2ヶ月。どう見ても私に気持ちが傾いてるのに、サラシナさんは断るごとに死んだ彼女を思い出しては沈み込んでしまう。見せてもらった写真も私とよく似てた。よっぽど愛してたんだろうけど、これじゃちっとも進展しやしない。つかず離れずの距離。とはいえ私の方から手を出したりしたら、育ちの良さそうなエリートの彼には嫌われるかも。何か方法はないの？何か一押し。彼を私のものにするために。神様、仏様、スピリチュアル様。はるみさん、今日は君に大事な話があるんだ。え？来たー！君と会うのはもうこれきりにしたい。え？そんなー！どうして？私何かサラシナさんの気を悪くすることでもした？その反対だ。これ以上君といたら僕の理性がなくなる。君をきっと傷つけてしまう。あ、それってどういうこと？もしかして私のことを。わかるだろう。僕は君をエリコの身代わりにしようとしてるのかもしれない。いや、死んだエリコがそう仕向けてる気がしてならないんだ。え？僕はあの世とか霊の存在なんか信じてなかった。だけど君との出会いはあまりに不思議すぎる。生前エリコは流行のスピリチュアルにはまっていて、僕との出会いも前世からの魂のつながりだとかおとぎ話のようなことを言ってた。例えばこのあざ。あ、実はエリコにも同じ場所にあったんだ。え？バカバカしい偶然とは思ったけど、はるみさんと同じように日頃は有能でできる女性の彼女が子供のように僕との縁を無邪気に信じ喜んでる。そんな姿が愛おしくてたまらなかった。いける、いけるわ。あー、私も朝があったら。君と出会うまで信じるつもりはなかった。だけどもしエリコが言ったように人は死んでも魂があるなら、君に乗り移って身代わりにしようとしてるんじゃないかと
だから君を僕たちの犠牲にはしたくはないんだ。今よ、逃してたまるか。私、身代わりでもいいの。サダシナさんが好きだからそれでも構わない。犠牲だなんて思わない。初めて会った時から運命の人だって思ったわ。トールさんとエリコさんに前世のつながりがあるなら私ともきっとそうなのよ。彼女が私をあなたに導いてくれたのよ。はるみさん、後悔するよ。しないわ。あなたを愛してるもの。そうよ、後悔なんてするわけないじゃない。気が早いとは思ったけど、君の気が変わらないうちに。嬉しい、やったわ。これで私の人生勝ち組よ。スピリチュアル様々だわ。招待客200人はくだらないと思うの。やっぱりお色直し3回くらいはやるべきよね。そうですわね。ゴールはもう目の前よ。あ、すみません、店は5時からなんですが。え、あの、こちらのお客さんのことで聞きたいんですけど。あ、はい。サラシナ・トールっていう人を探してるんです。この店の常連って聞いてたんですけど、一月前に私と一緒にこの店にも来た人で。サラシナさん、覚えがないですね。うちのご常連さんのお名前は覚えてるんですが。そんな。お、あの、高井はるみさんですよね。え？いや、以前僕お会いしたことがあるんですけど、3ヶ月ほど前ネットを通じての社会人の合同コンパで。社会人のコンパ？山田大輔と言いますが。いや、覚えてないですよね。ああ、そういえばあのスカコンパ、こういう人がいたような。ジャガイモっぽい感じに覚えが。何があったんですか、そのサラシナさんっていう人。一月前あなたが男性と来られたのは覚えてますよ。行方不明なんです。行方不明？携帯は通じないし、住んでるはずのマンションも勤めてる銀行にもそんな人は在籍してないって。え、結婚を約束してたんです。これって一体どういうことなのか。あの、私一体どうしたらいいのか。どうしよう、どうしよう。実は公にはできないけど、うちのような大手の銀行には社員のための特別優遇金利があるんだよ。1年定期で年利 10%。 10%？ ただし1000万以上の預け入れ金が必要なんだ。よかったら僕名義で預けてあげようか。1年後には100万以上の利息がつくし、僕の分と合わせて結婚1周年の記念旅行なんてのもいいね。君ほどのキャリアの持ち主ならそれぐらいの蓄えもあるんだろ。ないなんて言えなかった。目の前に彼との結婚がぶら下がってたもの。後先も考えず審判会社のカードローンを借りまくってサラ金まで走ったのに全然足りなくて、申し訳ありませんが収入の3分の1までしかお貸しすることが。田舎に帰ってこっそり親の定期預金まで持ち出した上に、最後は闇金まで。チラシの利息はあくまで一例でしてね。そうしてやっとかき集めた1000万円なのに、なのに渡した途端彼が消えるなんて。とにかくそれは警察に行った方がいい。嫌よ、だってこんなこと人に知られたら私の人生おしまいよ。大丈夫ですよ、やり直しはいくらでもできる。無理よ、あいつが捕まったってお金は戻ってこないかもしれないじゃない。私死んだ方がマシ。死にたい。じゃあお金は僕が立て替えましょう。だから投げやりにならないで警察にちゃんと届けに行きましょう。超えられない試練っていうのは人生にはやってこないそうですから。大丈夫、きっと乗り越えられますよ。これも何かの縁ですし、僕も手伝いますから。そんなの人事だと思ってその場しのぎのこと言わないでよ。え、
何この光。この人、金色に光ってる。その場しのぎにはしません。ちょっと待っててください。ああ。これ、僕の貯金です。特に使い道もないまま溜まってたものです。どうぞ気にせず使ってください。とにかく闇金とかの危ないお金は早く何とかして、一刻も早く警察に行きましょう。ああ、どうして赤の他人よ、私。どうしてそんなことができるの？どうしてって、自分の気持ちがそうしたいって言ってるんです。あなたの手助けがしたいって。はあ、さあ、行きましょう。神様なんて本気で信じたことなかったけど、この時の彼は神々しいくらい輝いて見えた。こんな人がいるんだ。世の中にはこんな人が。赤の他人の身を真剣に案じてくれる。眩しい彼の姿が深く深く心に染みた。僕が金色に？それは大げさですよ。はるみさんのあの時の心境でそう見えたんじゃないですか？ううん、本当に見えたんだって。神様みたいだった。でなきゃあの時あなたの言葉なんて絶対耳を貸さなかったもの。そんな神様なんて、僕は普通の人間ですよ。第一、神様なら煩悩なんてないでしょう。女性と知り合いたいからって合コンなんか行きませんよ。エッチ本だって見ちゃいますし。あ、ねえ、ん？私がお金払わず逃げると思わなかった？あー、すみません、ちょっとはね、思いました。でも疑って悪かったです。はるみさん毎月5万も返してくれるし、ボランティアで店の手伝いまでしてくれて。だって見てられないわよ。儲けなんて全然考えてないもの。あなた仕入れ値度外視して料理出すし、自分の給料より従業員の方が給料多いし。いや僕は残り物とかで十分食べていけるし。あのね、こんな流行ってる店で年収250万ってありえないわよ。実際あの時出してくれたお金を前にして私はひどく戸惑った。すんなり受け取っていいものか、少しずつ返すにしても払い切れるかどうか。それは今は気に病まないでください。その時はその時ですから。こともなげに笑った彼。裏切っちゃいけない、この人は。そんな気持ちが私に芽生えた。職種は問いません、何でも頑張ります。いらっしゃいませ。誰かのために、そんな思いは初めてだった。はるみちゃんさえよければこの店でずっとスピリチュアル結婚詐欺師パワースポットで御用。あ、大助大助、捕まった。あの詐欺師捕まったわ。へえ、余罪100件以上、被害総額10億円か。すごいな。あのお金戻ってくるわけないね。あれからもう5年だしな、使い切ってるだろう。うん、10億円も手に入れたのに、この人全然幸せじゃないね。バカだね。詐欺師の男とあの頃の私はよく似てたと思う。ムカつく。あの子が結婚できてなんで私が。もう男も仕事もろくなのがない。他人のことなんかどうでもいい、自分の都合ばかり、幸せばかり望んで、愛なんてかけらも持ってなかった気がする。はるみちゃん、新メニュー味見頼むよ。400円で出す？採算取れるの？まあなんとか。美味しいって喜んでもらえて嬉しいから続けられるんだよ、この仕事。そうね、あの頃の自分がうまくいかなかったのも今ならわかる。しゃあない、やりくりは私がやる。新メニュー出してよろしい。ありがとうございます。でもあの詐欺師のおかげで私は大輔と結婚できたんだ。そう思うと縁って不思議。あれ、この本。ああ、それね、昔店がうまくいかなかったり自分のことで悩んでた時読んでたんだ流行ってたしな、スピリチュアル。
実は、はるみちゃんと知り合った合コンも、その本に後押しされて参加したんだ。魚を釣りたければ海へ出ろって書いてあってね。僕は女性に引っ込み思案だったから。ふーん、女は魚ね。ずいぶんな言いようじゃない。いや、そんなつもりじゃ。たまにはいい餌欲しいな。人生誰もが山あり谷あり。だけどそれがあるから幸せがわかるのかな。いいよ、旅行でも行こうか。新しい服も買って。嘘嘘、出産費用置いとかなきゃ。健康ランドで十分よ。自分の光がきっと見えてくる。